熱っ。いつもより熱いよね、これ熱い。あーでもね、気持ちいい。東海道の宿場町で今もその面影を残す湖西市新井町。その一角に人々の生活を見守り続ける場所が、銭湯緑湯。創業は明治12年。リアルなレトロ感を求めて遠くからもお客さんが。あ、明るい。はい、いらっしゃい。こんばんは。はい、こんばんは。すげえ、レトロだね。すごい。初めてです。大阪から来ました。今日も温かい笑顔でお客さんを迎えるのは、4代目の青山さん夫婦。何にもいじってないもんで、そのまま昔のあれだね。昭和5年に建てたまま。そうです。今の現代風にするよりも昔のレトロのやつが俺が好きだもんで、と特にあれかな。今日のエブリィ静岡特集は、150年近い歴史を今なお刻み続けるレトロな銭湯。そこを切り盛りする夫婦とお客さんたちの日常に密着しました。開店は午後4時半。一番客はいつも決まった常連さんです。よう落とすって言ったら背広着てきたらお風呂入るにか。ああ背広着て入るか。 ありがとうね。届かない、私が届かなくなっちゃう。背が低くなっちゃって。これ毎日かけてるんですか。まあ、毎日ここ来る日はね、だいたい毎日。どこか懐かしい雰囲気が漂う緑湯。入浴料は400円。木の札がチケットの代わりです。暑いよ、これだけの暑いの入れる人は少ないよ。緑湯のお湯は42度以上もあり、体がヒリヒリするほど熱々。常連さんはこの湯を求めてやってきます。この銭湯を営むのは4代目の青山勝さん81歳と妻美佐子さん78歳。お湯張りから接客まで全てを2人だけで行います。人気の熱いお湯は、マサルさんが絶妙な感覚でバルブを調整して作ります。だいたい最高90度のお湯を持っていたんですけどね。こうやってつければいいかって。わからない。教えたんだけど、こうやってこうやってあったら、みんな面倒くさいことできる。熱い。いつもより熱いよね、これ。熱い。あ、でもね、気持ちいい。そこでやんなくていいけど。お疲れですな。いや、無料ね。わー。漁師ですね、新井町で。漁師です。うん、すごい熱いもんで、体がすごい楽になるんですよね。そう。あとなんかお湯がなんかなんかやらない感じ。冷えな。小学生の頃から通うという男性も。もう友達と来て、ここで勝手に船浮かべて年寄りに怒られたり、ここのタイル、体に石鹸を塗って。ここ滑って遊んだんですよ。ここも往復して遊んでて怒られましたよね。お風呂を出れば番台の美佐子さんと世間話が始まります。
田舎の町ですから、本当にあの噂話なんてすぐ伝わってくるんですよ。でも面白いもんね。はい、噂話は面白い。もう完璧に伸びてます。お疲れ様。楽しい。楽しい。みんな 顔見知りだもんで、ね、あのなんていうのかな、知らない方はそんなに、まあちょっと声かけちゃうけんど、どっから来たって。じゃあ道野菜だ。はい、はい、最高。なかなかね、我々住職ね、息を抜く場所ってないから、でこうこだったらね、こう知ったような顔の方は分かるから、気楽にこうこういうところでまた出会って、でまたつながっていく、で分からないことをね、話したいとか。閉店は午後10時。しかし、マサルさんの仕事はまだまだ終わりません。年季の入った浴室を隅々まで磨きます。深夜1時過ぎ、ようやくこの日の仕事を終えると、一番の楽しみが、はあ、やっと終わったかって。マサルさんが最後に風呂に浸かり、緑湯の一日が終わります。水曜日のこの日は定休日。お休みのはずが、浴室にはマサルさんの姿が。ここのとこ膨らんどるもんでね、もうこれ中が剥がれとるもんで、これいつこっちへパカッと取れるかわからんもんで、今見とるんだけど、中が空洞になってるんで、出たら業者頼むさ、すぐっていうわけにはいかんもんで、全部できるものは全部自分で、今のところは。昔と比べてお客さんも減り、さらに燃料費の高騰で営業はギリギリだといいます。銭湯の心臓、ボイラーは。これあれですか、今のところ不調とかは全くないですか。ないです。じゃあもうこれが現役でいてくれるうちは。そうそうそう、もうこれでが悪くなる時はもうやめる時ぐらいじゃないかな。まあ自分たちが元気なうちは、やっぱり健康っていうかね、それが続く限りできたらいいなっていう感じだけど、体の衰えと、お風呂の方の、なんつうのかな、衰え、お風呂の銭湯の衰えと両方一緒で、あと何年できるかなっていうぐらいで思いますね。この日も緑湯には熱々のお湯と青山夫婦との触れ合いを求めてお客さんがやってきます。10年以上ぐらいかな。これになるだからね、あれですか、まだ新参者ですよ。話すようになったのは 4、5 年とか、そんなもん。そうそうそう、だけどここに来るとみんな友達になるよ。だから自然と名前とかわかんないですよ。それとあと服着てて会うと誰かわかんない。特にどんなとこ気になりました？木のロッカー、ロッカーっていうかね、本気のレトロやったからすごいと思って。長いこと続けてください。また来たいです。ありがとうございます。ありがとうね。はい、お元気で、ね。はい、ありがとうございました。すごく嬉しい。アンバンダイやっててよかったな。確かにやっぱもうやめられんですね。私が持たない。明治から続く
今ではレトロな銭湯、緑湯。そこには温かくて生き生きとした人々の触れ合いが今も毎日繰り広げられていました。もうやっぱり昔からの俺で4代目になるもんで、まあそれをなくたくないなっていう気持ちも半分あるけどね、やっぱりお客さんからやめんでほしいよっていうのが一番だね、うん。